越後屋。今から300年ほど前、江戸の城下町に越後屋という大きな呉服店がありました。何しろ日本一の江戸の町のその中でもまた一番立派な店構え。毎日たくさんのお客が出入りして、反物がどんどん売れていきます。一反でもとても高い値段なのですから、町の人々は、越後屋さんの売り上げは一体どのくらいなんだろうね。お金が貯まるところには貯まるもんだね。などと話して羨ましがりました。その頃江戸の町では押し込み強盗が金持ちの家を荒らし回っていました。強盗団の親分は越後屋の繁盛ぶりに目をつけました。親分は手下どもを集めて、明日の夜越後屋に押し入るぞ。いいかよく聞け、人を切るな。盗む品は反物だ。血で汚しては金にならねえ。店のやつは片っ端から踏んじばれ、猿靴輪をはめて柱にくくりつけろ。みんな縛ったら反物を残らず持ち出すんだ。抜かるなよ。へえ、合点です。手下どもは目を光らせて答えました。そこで手下どもは密かに準備を整えました。さて一方、越後屋ではそんなこととは知りません。その夜もいつものように戸締まりをして、主人から番頭、手代、小僧に下男、お張り子さん、お手伝いさんに至るまでみんなぐっすり眠っていました。夜も更けて変な物音に目を覚ました下男が店へ出てきたところを、騒ぐな、踏んじばれ。押し入ってきた強盗団はたちまち下男を縛り上げ、柱にくくりつけました。するとまた別の下男が出てきました。それ踏んじばれ、猿靴輪だ。そこへまたもう一人の下男、手向かうな、静かにしろ。強盗団は次から次へ店のものを縛り上げていったのですが、後から後からと出てくる店の人たちを縛っているうちに、いつの間にか東の空が白んできてしまいました。いけねえ、夜が明けちまう。さすがは越後屋だなあ。感心してねえで早く逃げろ。強盗団はとうとう何一つ取らずに逃げていってしまったということです。